視聴者の皆様、こんにちは。今回は念願だった結婚式を、ようやく挙げられたと思っていたのに、その3日後に夫が家を出て行ってしまった、と嘆く一致のお話です。それでは、ご覧ください。すみません。誰かお時間のある人はいませんか？ちょっと自分の身に起きていることが、整理できなくて、話を聞いてほしいんです。おう、なんだか一致大変そうだな。そうだね、そんなに慌ててどうしたんだろう。いや、なんか急に夫が出てっちゃって。それは驚くね、何か怒らせたのかな。いや、全然思い当たることなんてないのに。付き合いが長くなる中で貯めてたものが、爆発したんじゃない？そんなことないですよ。だって、3日前に結婚式挙げたばかりですよ。ええー、それはいわゆる新婚ほやほやだ。それなのに出てくって、それは一致の勘違いじゃない？うん、多分買い物行ってるだけだろ。そんなことないんです。なんかもう、私と一緒にいるのに耐えられないみたいな書き置きがあって。ああ、それはガチかもな。電話とかメールとかしてみたのかな？はい、ただ、何度かけても繋がらなくて。それは心配だね。書き置きがあるってことは、事故とか事件じゃないとは思うんですけど。そうだね、とりあえず今は少し待つしかないのかな。そうですか、そうですよね、ありがとうございます。たださ、さすがに状況がわからなすぎるから、もう少し話聞かせてほしいかも。ありがたいです。私も今この部屋に一人なったら耐えられなさそうで、だから話聞いてもらえるの嬉しいです。俺たちなんかでよかったら話くらい聞くからさ。ただどんなこと話せばいいんですかね。そうね、そもそも一致も夫もどんな人かわからないから教えてほしいかな。そうね、あとなんか揉めたりしてたんだったらそれもじゃない。わかりました。あんまりうまく伝えられるかわからないけど、頑張ってみます。うん、時間はあるから、ゆっくり教えてね。ありがとうございます。一致はそもそもどんな人なのかな？私は別に、何の変哲もない OL ですよ。歳は今年37歳になります。結婚自体に憧れとかはあったのかな？もともと、そんなに結婚願望とかなかったんですよ。でも、周りがどんどん結婚してくから、なんか焦り始めちゃって。なんて言うんですか、行き遅れって言うんですか。いや、今の時代はそんなこともないと思うけどね。そうですか。なんか職場の女上司が独り身なんですけど、見てるとかわいそうで。女性の自立が言われる現代で一致の感覚やばい。みんな口にしないだけで、内心そう思ってると思いますけどね。それで、一致はどうやって結婚までこぎつけたのかな。はい、35歳超えたところで焦り始めて、マッチングアプリを始めたんです。そしたら、そこでいい感じの人と知り合うことができて、それが今の夫です。なるほどね。じゃあ付き合ってからは1年ちょいくらいで結婚したのかな？はい、そうです。それでも、いろんなところにデートに行ったりしたから、互いのことは理解し合っていました。そっか、じゃあ交際期間も考えると、まだラブラブな時期だよね。それなのに出てくって、ちょっと変わった夫だね。そうですね。今までそんな風に思ったことなかったんですけど。夫はどんな人なのかな？夫はむしろ、思ったことをあまり口に出せないタイプなんです。人からどう見られるかを気にして、すぐ周りに流されちゃうというか、逆に私は割とサバサバしてるから、そういう彼のところは普段から指摘してたんです。そうなんだ、日常生活でも多かったのかな？はい、先輩に飲みに誘われて、本当は嫌そうなのに断れないのかよくついていくんです。ああ、先輩のハラスメントか。だから、その時は私が電話で代わりに文句言ってあげたんです。その先輩に？はい、夫はあなたたちと本当は飲みに行きたくないみたいです。だから、もう誘わないでくださいって。それはなかなかの行動だね。そういうことって他にもあったのかな？はい、彼の行きつけの定食屋があるんですけど、そこに二人で行った時に、注文したのと違うのが来たことがあって、でも、彼は何も言わずにそれを食べ始めたんです。行きつけだから少し遠慮しちゃったのかな。でも、私はそういう彼の姿が嫌で、だから私が代わりに行ってあげたんです。注文と違いますよって？はい、それに代金は払うつもりはないって。まあ、店員が間違えたんならそういうこともあるか。そうやって一致は、結構意見をズバズバ言う人なのかな？はい、昔から割とリーダー気質で、自分の意見が言えないことか、助けてあげてたんです。なるほどね、弱気な夫には一致がヒーローに見えたかもね。そうかな、夫は実際にどう思ってたかわからないだろ。本当は飲み会も行きたかったし、定食屋も言わないで欲しかったかもよ。そんなことないですよ。
だって、私その後別に夫に文句言われませんでしたし。そうかな。夫はいつもそうなんです。だから、披露宴中に思ったことちゃんと言えてないから、代弁したこともあったんですよ。他の人へのお礼の言葉とかかな？いや、いらないものをいらないってちゃんと言えないから、私が断ったんです。結婚式中にいらないっていうのって、どういう状況？夫の勤める会社の上司が、ぬいぐるみをくれたんですよ。ああ、ちょっとした贈り物かな？そうなんですかね、ペアのテディベアなんですけど。でも、うちのインテリアにはどう考えてもそぐわないデザインなんです。ああ、確かにそういう贈り物ってあるよね時々。でも夫はちゃんと断らないから、私が代わりに言ったんです。どういうこと？もらっても置くところないので、結構です。ご自身でお持ち帰りくださいって。それ上司に向かって直接言ったの？はい、じゃないとちゃんと伝わらないじゃないですか。いや、というか伝えなくていいことじゃないか。なんでですか？ここでもらっちゃうと、他にも趣味の悪い贈り物がどんどん来ちゃうじゃないですか。だから、こういうのは初めが肝心なんです。でもさ、さすがに行為を無下にするのって、どうなんだろ。しかも、おめでたい日だからな。そんなの関係ありませんよ。私は思ったことは、ちゃんと口にする人間なので。夫はその時どうしてたの？なんか上司に向かって必死に謝ってましたけど。結果的に夫を困らせてない？いえ、長い目で見たら、絶対にあれで正解でした。そうかな、その上司とこれからもやってくって考えると辛いと思うけど。だからって、自分に嘘をつくのが嫌なんです私は。常に自分に対して誠実でありたいんですよ。だから、式中はそれ以外にも思うことはちゃんと言いましたよ。他にも何か言ったの？はい、司会の人が進行を間違えたんです。余興がいくつかあったんですけど、その順番はこっちでちゃんと指示してて、それなのに間違えたから、私がちゃんと言って正しい順番にしたんです。それってどのタイミングで言ったの？1組目の余興はもう始まってましたけど、そのグループは本当は2組目で。だから、途中でやめて入れ替えてもらいました。みんな驚いてなかった？そうですね、なかなか進行までこなす花嫁なんていませんからね。いや、そうじゃなくて弾いてなかったってこと。弾く？いや、普通にみんな好意的に見てたと思いますけど。本当かな？俺なら見てて相当嫌な気持ちになるけどな。私がそういうサバサバした花嫁って、その時にはもう伝わってたと思いますしね。他にもまさかエピソードあるのかな？はい、ドレスコードがおかしい人にそれを伝えてあげたり、話が長い人にはできるだけ巻くように指示を出したりです。夫が泣いて母親への手紙をうまく読めない時なんて、たまらず代わりに読んであげたんです。ちょっと信じられないような情報がたくさん来たんだけど、夫の母への手紙代読しちゃったの？はい、だってせっかくの内容がちゃんと伝わらなったら、台無しじゃないですか。私そういう時冷静に対応できるタイプなので、代わりに読んだんです。いや、それって別にうまく読めるかがポイントじゃないんじゃないかな？歓喜は待ってる姿を、きっとみんなは見たいと思うけど。そうですかね、せっかくの晴れの日なのに、ジメジメしてて嫌じゃないですかね。まさかだけど、そのジメジメみたいなのは言ってないよね。さすがに悪口ですからね。その場では言いませんよ。ってことは、後から言ったってこと？式が終わった後、二人になってからは言いましたよ。なんでその時は言おうと思ったんだろう。いや、夫がなんで代読なんてしたの？ってちょっと否定的な言い方してきたから。良かれと思ってやったのに、その言われ方にカチンときちゃって、それで言い返したんです。うわぁ、夫もやっぱりショックだったんだね。でも、そう思うなら自分がうまく読めばいいだけなのに。自分の失敗を、私のせいにしないでもらいたいです。だから、母への手紙が涙で詰まるのは、失敗じゃないって。というか、一致は思ったこと何でも言っちゃう人なの？何でもってことはないですけど、最初に言ったみたいに、自分に誠実でありたいんです。気を使って言いたいことも言えないような生き方が嫌なんです。カッコつけた言い方するなよ。ただの空気読めないデリカシーなし女だろ。私のことを大して知りもしないくせに、そんな風に言うあなたの方が、よっぽどデリカシーがないですよ。多分エッチはこんな風に、普段から夫に言いたい放題言ってたんだろうな。そうだね、さっきの飲み会とか定食屋のことも、怪しくなってきたね。別に私だって何も考えず、何でも言うわけじゃないですよ。嘘つけよ、考える前に言葉発しちゃう人だろ。いや、夫には言い出せずにずっと我慢してたことだってあるんですよ。
何？大したことじゃないだろ。いや、実は私借金があって、そのことはずっと言えなかったんです。イッチは借金してるってこと？はい、実は20代の時に少しホストにハマったことがあって、少しずつ返してるんですけど、まだもう少し残ってるんです。少しってどれくらい？だいぶ返せたので、あと100万円くらいになりました。いやいや、思ったよりあったわ。でも、初めは数百万ですよ。そっちがやばいんだって。むしろどんだけ時間かかってんだよ返すのに。いや、毎月利息がつくから、なかなか原本が減らなくて。てか、イッチが言えずに我慢してたことって、借金のこと？はい、いつ言おうかドキドキしてたんです。でもなかなか言い出せなくて。いいように言うなよ。それって、言いたいけど我慢してるって内容じゃないな。言うべきなのに隠してたことって内容だ。違いますよ。私だってそういう繊細な面もあるって話です。つまり、借金してることはずっと夫に隠してきたってことだよね。隠したというか、言うタイミングを測っていたんです。それで、どのタイミングで言ったのかな？それが結婚式の日の夜です。すごいタイミングでぶっこんできたな。なんでおめでたい日に言おうと思ったんだ？いや、これから先、二人で歩んでいく始まりの日だから、ちゃんとお互いのことを理解し合いたいと思って、それに二人とも結構酔っ払って楽しくなってたので、言うなら今かなって思って、その時に言ったんです。おいおい、ちゃんと計算してんじゃねえか、どこがサバサバだよ。計算ではないですよ、決めたのその時だし。その話聞いた時、夫はどんな反応だったか覚えてる？はい、ちょっとびっくりしてました。本当にちょっとか？私にはそう見えましたけど、ただ、その後からは夫の質問が始まったんです。あといくら残っているのかとか、借金の理由とか、今まで隠してたわけとか。まあ、そりゃ夫も酔いが吹き飛んだことだろうな。でも、その時に夫はひどいこと言ったんです。何？どんなこと？その借金はちゃんと自分で返すようにって言い始めて。それって、何がひどいんだろ？だって、結婚してこれから二人で生きていくんですよ。それなのに、私の苦しみを背負うって言ってくれなくて、本当にショックでした。苦しみを背負うって、夫に借金肩代わりしろって意味？肩代わりなんて思ってないですよ。ただ、半分僕が払うよくらいは言ってくれるかと。なんでそんなこと夫がしなきゃいけないんだよ。そこまで隠してたやつのために。でも、これから夫婦として生きていくんなら、普通はそうしますよね。一致の普通と、他の人の普通は違うかもね。私、そうやって突き放されたことがショックで、それでがっかりしてたのに、さらに夫が畳みかけてきて。何？夫の堪忍袋の尾が切れたの？知らないですけど、なんか、今まで私が夫の代わりに言ってあげたりしたことの文句言い始めて、式中の私の振る舞いもその時になって言い始めたんですよ。そういうことは配慮なく言うくせに、大事なことは隠しやがってみたいな言い方までしてきて。ああ、それは夫が百理ある。そうだね。さすがに限界迎えちゃったんだろうね。でも、それってずるくないですか？思ってることがあるなら、その時に言えばいいのに。こうやって後出しで文句言うって、ほんと、男らしくないし、やり口が汚いなって思います。いや、夫はイッチのことが好きだから、いろいろ我慢してきたんじゃないかな？他の人よりもイッチを優先してきてくれたんだろうね。それならその姿勢を結婚後も貫けって話ですよ。それを急に変えてきて、やってることめちゃくちゃですね。まさかイッチはこの書き込みみたいなことを夫にその時言ってないよね？いや、全く同じことを言いましたけど。だって思ったことはちゃんと伝える人間ですからね。うわぁ、夫かわいそすぎる。まさか言い返してくるとは思ってなかっただろうな。それが決め手だね。何の決め手ですか？夫がもうイッチとは一緒にいられないって思った決め手だよ。だから夫は今、帰ってこないんじゃないかな？でも、昨日おとといは普通に帰ってきたんですよ。その時夫はいつも通りの態度だったの？いや、少し疲れた感じではありましたけど。でも、私も結婚式疲れが残っていたので、同じ感じかと。全然違うだろうな。きっと夫は2日間、イッチとのこれからを考えたさ。そして、一緒に生きていくことはできないって思ったんだろ。そんな、でも夫はそんな決断力がある人じゃないのに。そんな夫がこうして、言いたいことをちゃんと言えたんだ。だから、その書き置きには強い意志を感じるよ。いや、でもどうなんでしょう。少し今、カッとなってるだけかもしれないし。それはどうかな。とりあえずさ、夫の実家の方にも連絡してみなよ。あまり義両親とは仲が良くなくて。それでもさ、
急いだ方がいいことだと思うよ。じゃあ、とりあえず明日まで待ってみます。明日帰らなかったら連絡してみることにします。はあ、ちょっと疲れちゃったな。今日はもう寝ることにしますね。それは落としてくれても欲してくれても構いません。それでは失礼します。そうしてイッチは次の行動を先延ばしにして、そのスレから姿を消したのです。しかし、それから数日ほど経った頃、またイッチがスレに戻ってきました。あれから果たしてイッチはどうなったのか。気になるスレ民たちは、一旦様子を聞きに行くことにしました。前にスレ立てしたものです。覚えてる人いますかね？おお、イッチだ久しぶり。帰ってきたんだね。一応欲しておいたよ。さて、自称サバサバ女子は一体どうなったんだ？いや、あの後結局、義両親に電話したんです。そしたら、思ってたよりも事態が深刻で。おお、連絡は一応したんだね。それでどんな風に深刻になったんだ。飯うまな香りがするな。ちょっと、本当に辛いから、そういうのやめてください。いや、俺も思ったこと言わないと耐えられないタイプだからさ。なんなんですか、ムカつきますね。どっか行ってくれませんか？まあまあ一致、とりあえず無視して話し続けなよ。それで、連絡したらどうだったの？なんか、義母が電話に出たんですけど、まずすごく怒ってて。息子から事情を聞いたが、借金を隠していたらしいですねって。そりゃ怒るのも仕方ない気がするけど。でも、説明したんですよ。隠してたつもりはない、いうタイミングを測ってただけって。言い訳以外の何者でもないけどな。それ義母はなんて？まさに同じことを言われて。そんなの言い訳だって。しかも、なんでそんなめでたい日に行ったのかも許せないらしく。挙句の果てにはデリカシーはないのに、隠し事はあるのねとまで言い始めて。100% 事実だな。でも、なんで義父母はイッチにデリカシーがないって知ってるんだ？多分、今まで義父母と何回か揉めたことがあったから、根に持ってたんだと思います。揉めたって言うと？ダサい家具を送ってきたり、美味しくもないお土産を買ってきたりして、その度にきっぱりもらうのを断ってたんです。そんなこと続いたら、お互いになんか険悪になっちゃって。義父母に対してもイッチはそういうスタンスだったんだ。だって、断らないと欲しくもないものが、どんどん増えるんですよ。そうやって我慢するの、日本人の良くないとこだと思います。だから私はちゃんと、自分の意見を伝えるようにしてたんです。それで、この結果だからな。イッチがそれでいいならいいけど、それでイッチは、ちゃんと義父母にも謝ったのかな？いや、ちょっと言われっぱなしに腹が立ってきて。まさか、言い返したのか。言い返したというか、思ったことを言っただけです。何を言っちゃったんだろう。聞くのも怖いけど。別に大したことじゃないですよ。そもそも私の借金は、義母には関係ないですよねって。別に義母に何の迷惑もかけてないのに、なんでそんなこと言われなきゃいけないのか。それが納得いかなかったので。でもさあ、義母にしてみたら、自分の息子に関することなんだよ。息子って言ったって、もう立派な大人ですよ。その息子が私を選んだんだから、黙って応援しろよって話です。選んだと思ったら、その息子が思い直したんだろ？だから、その息子の意思を応援してるだけじゃないのか？何ですかそのへりくつ、言ってる意味がわからないんですけど。それで義父母との電話はどうなったの？いや、そのまま言い合いして終わりですよ。夫が今どうしてるかが聞きたいのに、全く話にならなくて。そしたら、今朝になって離婚届が家に届いたんです。おおすごいじゃん、スピード離婚だね。マジでムカつくから、あなたいなくなってください。ただ、もうそれが届くってことは、手遅れなんじゃない？イッチはどうしたいのかな？いや、私はやり直したいんですよ。じゃないと借金だって返すの時間かかるし、今住んでるとこの家賃だって払えません。結婚式開いておいて、こんなざまだとみっともないし、職場の女上司にも自慢しちゃったのに。イッチ、なんか人として最低だな。夫とやっていきたいって言葉じゃなくて、全部自分のお金と見栄のことだけだ。いや、でも一番はそれですけど、ちゃんと夫のことも好きなんですよ。そうか、でも夫はもうイッチのこと好きじゃないと思うぞ。そうだな、それに関しては夫も堂々と自分の気持ち言えるだろうな。もういいですよ。全然私の話聞いてくれないですよね。こっちは真剣に悩んでるっていうのに、ここでのやりとりにも腹が立って仕方ないです。自分のことは自分で解決すべきでした。こんなとこに来たのが大間違いでした。さようなら。こうしてイッチはスレを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。